皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆さん最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる、広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、8月最後のつながるラジオをお届けしていきたいと思います。今日はですね、なんとゲストをお迎えしておりましてですね、早速ですけどもご紹介していきたいと思います。今日はですね、某転職エージェントで、活躍されていらっしゃいます、佐藤美織さんをお迎えいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤美織さん、はい、ラジオに出られたことってのはありますか？ラジオはないと思うんですけど、はい、私実は双子コンテストっていうなんか TBS さんかなんかのラジオのコンテストに双子で3歳ぐらいの時に出て、はい、それはなんかイベント的なやつだったんでラジオで流れてたかは不明ですが、いや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 、それはもう知ったと言えば知ったかもしれないです。いや、それは出てますよ。ちなみに3歳という若さを武器に優勝しました。おお、すごいすごい、なんかこの短い間ですごい情報が渋滞したんで一回整理したいですけど、はい、まずラジオはじゃあ2回目ということぐらいですね、はい、おそらく2回目ということで、はい、で TBS ラジオに出ている、はい、なったかな、すいません、嘘だったらすいません。いや、すごいです。これはでもね、在京キー局のラジオにまず出られていらっしゃる、はい、でしかも双子コンテストであると。はい、そうですね。これ双子、まず双子で、ね、いらっしゃるんですね。はい、そうです、双子です。そうなんですね。はい、姉妹。はい、姉妹、一卵性女子2人です。一卵性ソーセージ。はい。あ、そうですか。それはちょっとすいません、私も初めて初出し情報を増やしてすいませんでした。いえすごいですね。あ、そうなんですね。まあ、じゃあ同い年になるわけか、双子さんですけども ね、 そうですね、はい、2人兄弟のみで双子で、ちなみに、はい、佐藤さんはお姉さま、はい、妹さんどっちになるんですか？あ、私が姉で、はい、もう一人が妹です。なるほど。じゃあ、はい、今回ラジオに出ていただいて、次じゃあ、はい、妹さんに出ていただくこともできるんですね。だからそうですね、はい、交渉可能ですね。交渉可能ということで。はい、はい、よろしくね。いや、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそれはまた後ほどさせていただければな、というふうに思いますけども。はい、今日はね、転職エージェント、はい、で、まあ、大活躍されている佐藤美織さんをお迎えして、お届けしていく30分間でございます。実はね、私は共通点がありまして。そうですね。うん、まあ、どんな共通点か、じゃあ、佐藤さんから言っていただきましょうか。そうですね。はい、松山さんが大先輩ではありますが、株式会社 GU というブランドがですね、で勤務先がまあもともと同じだったというところで、はい、そうなんですよね。いや、ありがとうございますね。同じ時期、同じ時代、はい、同じ空気を吸っていた仲間と、はい、当時を知る友達ということで、酸いも甘いも吸っていた時代を知っているという、そうですね、いうことですね。ね、あ、本当に、まあ、ちょうどお互い、その GU ね、アパレルブランドの GU ですけど、はい、働いていた時っていうのは、まあ、ちょっとこう全国展開の会社でもあったし、はい、なかなかそういうエリアでこう分けられているっていうこともあったので、一緒のこうところでね、一緒に働くっていう経験は実はないんですけどね、はい、うん、そうですね、直接的にはなかったっていうところですね、うん、そうですよね、はい、でも佐藤さんはその中でも、はい、その GU を、まあ、もともとユニクロで入社されて、はい、でその後 GU に行かれて、で、はい、まあ、店長を頑張って、はい、で、スーパーバイザーって、まあ、エリアのマネージメントするお仕事を、はい、まあ、経験されて、でその間、まあ、本部で人事職もやってこられたというふうなキャリアでしたね。はい。だからもうなんか輝かしいキャリア。全く輝かしくないです。いやいやいや、王道のキャリアですよね。まあでも現場の、まあ、時間が長かったのはすごく自分にとって楽しかったですし、やりがいのある、うん、本当にキャリアだったなと思います。まあ、そうですよね。やっぱこう、お店を主体にして、
まあ、運営されていくっていうことなので、まあ、スタッフの皆さんと、ね、まあ、お客様を満足させていくためには、うん、どうしたらいいかなっていうことをやっぱ考えていくためには、はい、店長というか、はい、SV と言われるスーパーバイザーだけではですね、やっぱできること限りがありますからね。そうですね。なんかいろんなご苦労とかも、あったんじゃないかなと思いながら、はい、ちょっと今日のテーマを、はい、ちょっと言って、はい、その話をしていきたいなと思うんですが、はい、お願いします。佐藤さんからですね、ちょっとこう、はい、こんな話がいいよねということをいただいたので、はい、まあ、今日のテーマとしてはこういう人と働きたいよねとか、はい、うん、こういう人って活躍しているよねみたいな、うん、なんかそういう、お話をちょっとしていこうじゃないかと、はい、いうことなんですけど、はい、真面目なテーマですいません。いやいやいや、これ結構ね、お願いします。あの、みんな、いや僕もそうですけど、はい、やっぱ困ってる人多いですよね。なんかこういう人と働きたいけど、はい、そういうふうにならない、組織作りはできないっていう意味でですね、うんうんうん、で、まあ、まずでも理想は掲げなきゃいけないねっていうところもあるので、そうですね、うん、なんかこういう人だったらやっぱうまく組織が回っていくよね。だからこうあれば逆に言うとうまくなっていくんじゃないの、うん、っていうのはね、うん、結構これは困ってる人多い、はい、なんか松山さんのご意見もぜひ今日は聞きたいなと思ったところでした。いや、私ちょっともう全く下手くそだったんでね。いや、そんなことないです。そんなことはなかったはず。いや、そうだったかな。まあね、まあ、人並みにはね、いろいろ組織をこう任せていただいたかなとは思ってはいるんですけど、はい、うん、まあ、佐藤さんもね、はい、いろいろこう経験されてらっしゃるかと思うので、じゃあまずせっかくなんで佐藤さんからこう、まあ、ね、はい、店長こうやってた時とか SV やってた時とか、はい、うん、なんかまあその時にこう、まあ、どういう人とやっぱ働けたらいいなとか、こうやっぱ気づいたことみたいなのあったりしますか？そうですね、やっぱりこうどういうポジションであっても積極的な人ってすごくありがたい存在だったなと思っていて、うん、何かこうやっぱり意見を言ってくれる人とそうではない人って考え方を知ることも難しさというか差も出ちゃいますし、うん、やっぱりじゃあその人に期待しようみたいなことって、うん、やっぱり積極的に手を挙げてくれた人の方が、うん、任せやすいとかもあったりするので、うん、自分はこう思うって言ってもらえるってすごくありがたいことだなっていうのはまず思うことですね。なるほど、はい、いや、でもすごくこう大シンプルだけど大事ですよね。積極的って、はい、ちょっとまずシンプルなことから言ってしまいました。いやいや、大事ですよね。大事ですよね。これって働く側、はい、まあ、積極性、うん、例えばね、新しい職場に行った時に、はい、いわゆるこう分からないんだけど、うん、指示待ち人間になってしまって、はい、ただ分からないから私は何もできないんですっていうふうにしているのと、うん、はい、分からないですっていうふうに言うのって、はいはい、やっぱり、ね、違いますもんね。そうですよね、うん、そういった意味でも積極的ですよね、はい、うん、はい、待ってる、うん、音がこちらの例えば教える立場だったりからすると何に困ってるかもわからなかったりすることって多いと思うので、はい、はい、なので私自身もやっぱりこう働く上で新しい環境で働くときとかは、うん、こういうことがそもそもわからないっていうのを、まあ、なんか恥をためらわずに言ってみる、うん、努力というか、うん、なんか恥を捨てて言う努力みたいなものをしたいなと思っています。これなんですかね、私のようにこう年を重ねてくるとですね、はい、分からないっていうことをなかなか言えなくなってきたりもしてですね、うん、そうですよね、うん、これがちょっと壁になったりするんですよ。なりますよね。すごくわかります。それがまた若いね、20代で、はい、フレッシュな新社会人の方と積極的と、うん、はい、私たちみたいなこうミドル層と言われるような、はい、人間の積極性って、ね、これもやっぱりでも今お話伺ってると、う
やっぱり大事なんだなって ちょっと今聞いてて思いました 反省しなきゃなと思いました いや、私もやっぱりこう知ってなきゃいけない、知ってる風を装ってしまう場面もよくあるなと自分でも思うんですけど、なんかでもそうすると結局成長が遅れてしまうとか、キャッチアップ遅れてしまうなっていう反省もあったりして、難しいんですけどね、なんか。でもそうですよね。はい。結局はこう自分に返ってくるものみたいなとこあるかもしれないですね。はい。まあ、ごまかし聞いてもその場だけだよねっていう。ですよね。自分のためにもならないというか、そうですみよたいなね。こともあるなと思って。ああ、なるほどな。積極的は確かに大事だな。松山さんはどうですか？僕ですか？こういう人と働今。きたいよね。はい。優しい人。優しい人。なるほど。いや、もうちょっと言葉変えると、やっぱ相手のことを思いやれる人ってことですね。ああ、なるほどですね。相手の立場に立って考えられる。そうですね。特にね、僕らやってた、そういうお店業態のビジネスっていうのは、一人では何もできないと。一人でレジやって、ご試着室の対応して、商品出して、清掃して、そんなことは絶対無理でなきわないけですなんね。で そうすると、誰かの力を借りなきゃいけないと。で、やっぱりお店っていろんな人がね、やっぱいらっしゃるんで、同じタイプの方ばっかりではなくて、だからこそいろんな味が出てくると思うんですけど、だから思いやりがないとですね、相手の立場に立って考えられるっていうことを続けていけないと、どっかでやっぱお店が成り立たなくなるなっていう経験が、もうすごく嫌ほど 経験をしました。だからこういう人と働きたいよねって言ったら、相手のことを思いやれる人がいいなって僕は思います。なるほどですね。まあ、そういう人が多ければ多いほど、きっといいですよね。チームとして、そうすでごすく。ね。なんかこう、なかなかね、僕は自分が一から、新しいニューオープンの店舗を作り上げていくっていう過程、ケースと、それの方がやっぱレアで、ほとんど少なくって今まで誰かが育ててくれた組織をリーダーとしてバトンタッチされるっていうことが多かったわけじゃないですよくあか。りましたよね。ね、そうすると、自分の思ってる価値観とか、自分が思ってるものと、その組織が持ってる価値観って、やっぱ結構違うこともあるんですよね。ですね。そうすると、それはやっぱこう、なんかこういい方向に、まあいいものだったらいいんだけど、ちょっとボタンかけ違えちゃってるぞの時は、やっぱ直してあげなきゃいけないなっていう気持ちがあるので、そういう時に、相手のことを考えられない方が少し、多くこう分布してしまうと、なかなかお店として結構辛い思いをする人も多かったなっていうのは、これは僕の実体験としてなるあっほてど。ですね。確かに。それをこうどうやったら、自分、まあ、みんな自分のこと好きなんでね、僕も好きなん、自分のこと好きなんですよ、すごく。自分中心で別にいいと思うんですけど、ただ、職場って場面ではね、なかなかそれだけじゃダメかなと思うので、それをどう価値観を変えていけるかっていうことが、僕の中の仕事、店長やってた時は結構意識していたポイントだったなかなると。ほど。思いますね。もう佐藤さんもでもほら、いろんなね、経験されて、いや、すごいのが、GU って会社は、半年に1回、まあ、大きな表彰式みたいな、半年間頑張ったよね、みたいな、あんたすごいよっていう表彰式を、ね、全社員の前で盛大にやるんですけど、その中の一つのね、エクセレントマネージャー賞っていうね、まあ、めちゃくちゃ名誉のある賞なんですけど、それをね、受賞されてらっしゃるんですよ、佐藤さんはね。ありがとうございます。僕、エクセレントマネージャー嬉しいを取ったことがないので、マジすげえって感じなんですけど。です。いや、ありがとうございます。本当に、まあ、上司のおかげでタイミングもよく、まあ、成果につなげられたっていうことでしかないので、環境に感謝しつつだなと思いますけど。その環境にも確かにあったとは思いながらも、でも自分も何かを変えていかなきゃいけないっていう場面も
はい、多かったと思うんですよ、うん、そうですね、そうですね、なんかその時は どういうことをこう、はい、やったんですか、あ意識したされてました、はい、そうですね、なんか、うん、多分自分がその評価をしてもらいやすかった理由っていうのは、うん、まあ目標を高く掲げることが得意だったっていうのがあるなと思っていて、うん、でその目標が、まあ、高いと言いつつ全く届かないものを示しちゃうと半年の中で成果出すって難しいと思うんですけど、うん、まあ、そこがこの理想現実可能だけれども、うん、ちょっと高い目標みたいなところを、まあ、上司とかに相談させてもらいながら設定することができて、でそこに向かうなんかパワーみたいなのをものすごく持っているタイプだったので、うんうん、そこにあの賛同してくれる人たちがスタッフとしていたおかげで、まあ、高い成果を出せたっていうことですね。あ、なるほど。いやー、うん、エクセレントマネージャー賞ですね。いや、ありがたいですよね。なんかそういう、なんかこう、評価してくれる場所があるっていうのを、うん、まあ、とか認めてもらえる上司がいるっていうことも本当にありがたいなと思いますし、なんかそれが自信に、まあ、自分にとってもつながることだと思うので、うんうんうん、そういう環境とか、まあ、仕組みがあるっていうのはすごくいいことだなと思いますね。あ、なるほど。はい、だから今こう佐藤さんの話を伺ってて思ってた、はい、まあ、今日のテーマで言う、はい、まあ、こういう人と働きたいよね、こういう人は活躍してるよね、はい、っていうこと言うと、うん、なんか佐藤さんはすごく目標高く掲げてたと、はい、理想を掲げてた、はい、うん、そうですね、まあ、そういうことができる方って、はい、確かに、まあ、僕もね、まあ、僕は部下だった時代の方が長いんで、はい、上司である方もね、やっぱ、はい、理想が高く、いやこういうとこ行くぞとか、あっち行くぞこっち行くぞみたいなことを示してくれる人っていうのに、はい、うん、やっぱなんですかね、やりやすさを感じていたところがあって、うん、うん、はい、そう、あのちゃんと道しるべになってくれるというか、うん、だから佐藤さんそういうことをちゃんとやってたんだなっていうのが、なんかこう今の話聞いてちょっと一つ思ったことでしたね、はい、やっぱ目標を高く掲げられるっていうのがこう一つポイントなのかなと、働きたい、はい、こういう人だよと働きたいようなポイントかなと、あとはね、うもう一つ思いました、はいはい、周りに感謝できるっていうことですね。ありがとうございます、うん、こういう人だと働きたいなと思いますので、ありがとうございます、ね、なんかよく言いますよね、ごめんなさいとありがとうを言える人になりなさいみたいな、わかんないです。なんか私もそういう人でありたいと思いますし、やっぱりそういう風にできる方は素敵だなといつも思いますね、うん、まあ、中にはね、はい、固くなに認められない方もね、うん、世の中にはまだ、ね、いろんな方タイプの方いらっしゃるので、うん、そういう方もいらっしゃる中でですからね、まあ、はい、で特に、まあ、これも年のせいにしちゃいけないんだろうけど、やっぱごめんなさいってなかなかやっぱ言えなくなってくるんですよね、はい、そうですよね、ごめんなさいってちょっと言いづらいこうプライドっていうかちょっとある時もきっとありますよね、年齢が上がってるほど、お客様の前だったらもういくらでも頭下げられるんですけど、はい、申し訳ございませんとか、そうそう言えですけど、よく言ってますよね、何なんですかね、もういけないなとちょっと今聞いて自分で思って思いました、はい、反省しなきゃな、なんかすごくカウンセリングを受けているような感じです、はい、今日本当ですか、本当ですか、はい、はい、ちょっとこう忘れてた記憶がこう少し呼び覚まって、はい、うん、はい、感じがしますね。まあ、そうか。じゃあそういう環境とか、まあ、自分のそういう目標設定とか、はい、そういう仲間のいろんな手助けとか、上司の手助けがあって、はい、エクセレントマネージャー賞を取っていったり、はい、まあ、結果成果を残していくっていうことだと思うんですけど、逆にこう挫折じゃないですけど、はい、やっぱりうまくいかなかった、まあ、そこって何かがあったからそこに行き着いたのかなって気もするんですよね、はい、うん、そういううまくいかなかったっていうこともありますか。そうですね、うまくいかなかったことの方が多い人生だと思っているので、挫折をいっぱい経験していますし、はい、なんかもともとその自分に矢印を向けろってよく社長が
当時あの社長が言っていたかなと思うんですけど、はい、なかなか最初は柳井さん、はい、柳井さんか、あ、そうですね、はい、柳井さんも柚木さんもおっしゃってたかなと思うんですけど、うん、なんかそれをあんまり最初のうちはやっぱり自分に非を認められないプライドだったり、まあ、なんか逃げてしまう、現実から目を背けて逃げたくなる気持ちっていうのはすごくあって、はい、やっぱりこう否定されても私が悪いんじゃなくて環境が悪いんだみたいな環境のせいにしてしまうことってあったんですけど、うん、まあ、それをやっぱり続けていても、まあ、未来が変わらないというか現状も変わらなかったり、どんな本を読んでもやっぱり変えられるのは自分しかいないみたいな、まず自分から変わりなさいみたいなのってよく書いてあるかなと思うんですけど、なんかそういうのの本当に挫折の繰り返しからやっぱり自分を振り返ることでしかなんか状況変わらないんだって思うようになったっていうのはありますね。あー、なるほど。いや、そんな挫折されてらっしゃったんですね。いや、いっぱいありますね。やっぱり全然うまくいかないことの方が多いですし、まあ、悲しい気持ちにさせてしまったりとか、うまく貢献できなかったりとかっていう、まあ、悔しい思いもあったからこそ、うん、あの、なんだろう、学べたこともたくさんあったかなと思いますね。なるほど、そうか、うん、まあ、でも確かに周りのせいにしてしまう、環境のせいにしてしまう、うん、はい、これは本当にあるあるというか、そのシチュエーションにいると自分自身あんまり気づけないですよね、うん、僕もすごく経験があって、ね、こういうことは、はい、うん、でなんであいつの方が昇進早いんだとか、あ、よくありますよね。なんか私の方が頑張ってるのにみたいな、そう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 、僕の方が頑張ってるのにみたいな、そうそうそう、俺が俺がみたいな、うんうんうん、俺の方がっていうのは、はい、やっぱり思ってた時は、はい、全然うまくいかなかったなぁと、うん、なんかお話伺ってて、いや、まさにそうだなぁというふうに思いましたし、うん、で、また佐藤さんの話聞いて、うん、まあ、こんな人と働きたいよねのポイントとして、はい、自分を客観視できる人まさにそうですね、うん、はい、これは客観視できて、あと自分を客観視できるからこそ改善、はい、うん、こういうふうに次してみようとか、うん、うん、そういう改善行動を取れる人と働きたいなって思いました、はい、ありがとうございます。まさに私もやっぱり尊敬する上司が、うん、その、こう、きっとできるっていうような道しるべをくれる人であったり、やはり客観性がある人っていうのが、うん、まあ、すごく活躍されてるなっていうふうに思ったので、うん、うん、なんか大事な要素だなって思います。おー、やっぱり。はい、まあ、成功されてる方というかこう活躍されてる方、うん、まあ、そういうことがやっぱできるっていうのは一つの、まあ、スキルになっていらっしゃるのかもしれませんね。はい、うん、いやー、なんかね、話はちょっとこう尽きなくて、はい、まだまだまだっていう感じなんですけど、はい、もうエンディングのお時間が、はい、もう終わりですね。そうなんですよ。あっという間でした。いや、あっという間なんですよね。早いですね。そうなんですよね。まあ、まあ、あの、はい、またね、いつでも来られるラジオですね、はい、ありがとうございます。でも今日どうですか、はい、まあ、ラジオ、人生2回目になりますけど、はい、お話してみて、いや、すごく、はい、楽しかったですね。ありがとうございました。あ、いえいえいえ、こちらこそ。なんかね、はい、すごく僕自身が、はい、いろんなことに気づきをいただいた。そうか、こちらこそです。こうすればよかったのかと。まあ、これ、そうですよね。あ、どうぞどうぞ。はい、なんか喋っておきながら、やっぱりこう、こういうお話しさせてもらうことで、定期的に振り返るのも大事なんだと思って、なかなかこういう意識が高い話って、常にこう、自分が意識できてるかというと、そんなことないと思うので、なんかこういう機会があると、本当に、はい、見つめ直せるので、ありがたいなと思いました。やっぱりこう、同じ釜の飯を食っていたというか、はい、同じ仕事をしていた、はい、
だけに同じ景色を見えてた時があるだけに、はい、なんかすごく共感できることとか、はい、お話しされていることの、まあ、その当時の情景というかですね。そうですよね。あれいうことだよねみたいな。みたいなね、そうそうそう。はい、ありますね。だからこう自分も同じような経験をしてたなっていうのが、はい、うん、その店舗の状況とかも、はい、なんかありありとこう、はい、ま、見えてくるような、そんなお話を今日いただけたなって思いますし、はいはい、今日きっと多分佐藤さんのお話っていうのは、はい、どんな、業界はい、にも共通していくお話なのかなと思ってますので、うん、はい、今ねまさにこう転職エージェントでそういったお仕事をされていらっしゃる、はい、っていうのは、ね、佐藤さんの非常にこう強みになりますね、これは。いや、はい、生かしていけるといいなと思ってます。はい、ぜひ、はい、キャリアにちょっと困ったぞと、はい、どうしたらいいか分かんないぞって軽い相談をしたいなという時はね、佐藤さんお声掛けいただければなというふうに、はい、ぜひぜひありがとうございます思いますね、はい、はい、ありがとうございます、ね、ちょっと本当にあっという間のお時間でございましたけれども、はい、ぜひぜひ、2回目これ結構このテーマまだ喋れそうなんで、はい、そうですね、ちょっと足りなかったですね、うん、僕1個しか出してなかったんで、はい、すいません、いや違う違う違う、あの今日は佐藤さんに、はい、語ってもらいたかったんで僕あの1個が限界でした今日、すいません、はい、だから次ちょっとやるときは4つぐらい用意しておく、はい、けるようにちょっと頑張りますんで、はい、ぜひぜひまた、はい、ぜひまた一緒におしゃべりしましょう、はい、ありがとうございます、はい、では今日のゲスト、転職エージェントでご活躍中の佐藤美織さんをお迎えしてお話を伺いました。佐藤さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、それでは皆さんまた来週お伺いしましょう。それではさようなら。